皆さんどうもピーマンのウエス、今回も第15回パワープロ杯をプレイしていくからね、オンラインユーザーと対決して勝っていきましょうよ。まあこの大会も本日日曜日に終わる大会ですから、ここから上位入りはもう絶対無理ですけどもね。今回は3戦やって、そして全ての試合で勝っていこうと思う。昨日もねオンライン対戦の動画投稿しましたけどね、とんでもないクソ試合になったからね、あんな試合をもうするつもりは全くないからさ、しっかりと勝って、ただ勝つだけじゃねえ、内容のいい勝ち方をしていかないとね。俺の実力見せてやるよ、負けるわけにはいかんっしょ。ちなみに今のところは3試合プレイして1勝1敗1引き分けでこのパワープロ杯来てるわけですからね。ちょっと貯金作れてない感じですから、まあ別に上位入りを目標にしてるわけじゃないからね、別にいいんだけど、今回は圧倒的に勝っていきましょう。じゃあ早速試合の方プレイしていくぜ。3試合プレイしていくからな。まずはその1試合目だ。誰が相手でも関係ねえよ、絶対に勝つということだね。ああ、フルボッコでいきますよ。俺らしい野球で勝っていくわ。ただ俺らしい野球って言ったらゲツー打ちまくる野球だけどね。いやそれやるつもりねえから勘弁してくれ。なんだお前、発狂するだけだろ俺がね。日曜日の昼ということもあって結構対戦相手ほらねいますから、プレイしてる方も多いからね、非常にこのチャンピオンシップモード盛り上がってるよ。さあその対戦相手が決まったのはいいんだが、誰が相手なんだっていうね、強い方じゃなければいいけどね。いきなり弱気な発言だが、いやまあね、俺のランク考えたらそんな強い方来ないと思うんだが、 G 級だね。あ、これは見るからに全然強くなさそうだな。いやいや G 級って相当でしょ、初期だって F から始まるもんね、負け続けたら G 級に落ちるんだよ、そういうことですからね。先発は田口で OK かな。そうしましょう。これもうちょっと時間が毎回間に合わねえんだよな、もっとちょっと時間増やすべきだと思うよこれね。どうしようかな。吉川いねえのか。まあいいわもうこれで。で打つ方だよ問題。もう時間毎回間に合わねえ本当に。村田が調子いいんで使いたいんだ。今日セカンドマギーでいくわ。俺は攻撃的にいくからね。そして2番もまたマギーだからね。これでいいんじゃないですか。で1番誰でいこうかな。1番亀井ちょっと使ってみようか。で坂本で村田をここで、センター誰でいこう、センター立てようか、調子悪い橋本使おうかな。でレフトに長野もダメだ。どうしよう、ギャレット使おう、ギャレット。ほんでクルーズをベストオーダーに入れておきましょう。よっしゃ、片岡もだ。ちょっと待って、片岡よしよし間に合った。もう時間が本当に毎回足りないんだよ。もう最初からちょっと組みたいね、このベストオーダーね。まあ、とりあえず間に合ったんでいいでしょう。今日はまず1戦目、これでやっていくよ。うわぁ、またこの広い球場かよ、お前。勘弁してくれよ、さあ、田口。広かったらホームランもなかなか打てないからね。あぶねえ、いきなりお前。オールフェアなら内野安打だよ。また広島って強い球団じゃないですか。これ取れるよね。おーしよしよし、まず1つ。いやでも今の打球見る限り結構強いんじゃないか。バントできたがどうだ。おーし、ギリギリアウト。左バッターならセーフだったな。させねえよバント。いやもうバントで揺さぶってくるプレイヤーが多いからね、揺さぶるも何もこのゲームバントがものすごく決めやすいゲームなんで、それでヒット連チャンできるもんね。使用によりのヒットみたいなとこがあるからさ、だからこうやって揺さぶってくるんだよ。さあピッチャー誰、野村か。うわー、サークルチェンジ持ってるピッチャーじゃねえか、めんどくせえ。いきなり嫉妬だね。ほらね、サークルチェンジできたよ。サークルストレート交互に投げられたら俺からしたら包むね。多分そういう配球で来ると思うんだよ。よし来た、大丈夫だ。簡単に打てたね。ツーシームセンキュー。さあいいぞ、攻撃的オーダーを組んだんだ。バントなんてする、あれマギー、あれマギーどこ行った、俺マギーどこで使った、2番に入れたはずじゃないの。もう時間間に合わなかったからどこに入れたか分かってねえよ俺。5番あたりにいるんじゃないかな。マギーどこ行ったし、あーしまった、2番で使う予定だったんだけどね。やっぱあそこの時間もっと長くしてもらいたいわ。おっしゃ、でもそれでも打つんだけどね。ヘイユー言ったろ、対戦相手考えたら相手コールドで勝たないとダメなくらいで。さあ3番に坂本だ。ああもうこんだけのバッター使ってもゲッツー、つんかい。もう日曜の昼に俺は何をしてるんだよ本当。クソしょうもねえ。まあでも1点入ったからいいか。かわいそうにね。ああ今ね菊池でジャンプしたんだけど、後ろのキャラクターも連動してたね。多分変わるタイミングでジャンプしたんでしょうね、同時に。かわいそうだな。でもこういう形で1点取れたよ。
よっしゃ、まあこうやって人と人との対決だとこういう事故もね結構ありますから、多数あるからね、怖えんだな。とりあえずこれでね、前回のようなクソ試合にはならないね。前回1点も取れなかったわけだから、もちろんここからクソ試合化する可能性もあるけどね。いきなりゲッツも出ちゃったし、嫌な感じって感じだよ。エルドレッド怖いな。俺また左に得意だからさ、能力もかなり高いからホームランも打ちやすいんだけど、これは正面助かった。あれ、じゃあ村田どこ行ったんだ。俺村田入れたかったんだけど、村田がいないじゃん。村田どこいんの。あーもうしまったな。ちょっと別荘だ、入れ替えようかな。やっぱ村田入れたいんでね、まあ、いいわ、もうこの試合に関してはそれでいてやっていくよ。調子良かったの使えなかった。あれ入れたと思ったんだけどね、ベストオーダーに。うわ2球で追い込まれた。もう追い込まれたホームラン狙いでいくわ、うん、ミート能力ちっちゃくなるからね。逆にの精神、普通逆なんだけどね。追い込まれたからミート打ちでいこうというところなんだけど違うんだ。でまたこの中井が調子悪いっていうね、絶不調だよ本当に。だからマギー使いたかったんだよ2番でよ。なおさらだよマジで。負けたらそこに原因があるぞ今回はね。まあでもそれでも打てるんだね、ようわからんわ。それでね、坂本でクソみたいなゲッツー打つくせんね、なんなんだよこれ。さあ小林できた。あーギレで打ち上げて終わっちゃった。タッチアップ狙ってみるか、どうだ、意外にもいけるんちゃうか、無理か。いやでもね、わりかしいける可能性もあるからね。あ、油断してみたいな、送球してこないユーザーも多いですから。お、田口でファールだ。いい打球打ててるな。あー当てただけ、これは点は入らんかな、うん、かー。でもヒットは出てるんだ、クソ試合ではない。もう4本出てるからね。さあ野間んとこなんだ。もう何も来ないね、大丈夫だ。スクリュー、いや田口のこのスクリューはえぐいと思うよ、なかなか打てない。エースヒット。スクリュー来ると見せかけてインコースのストレートね。さっきからインコースの俺スクリューばっか投げてたでしょ。あれでまずね、最初ね、そういう意識づけをするんだよ。人と人との対決だからこういうのもできる。機械だと全球球に反応して打ってくるけどね、人と人との対決だとこういうこともある。大丈夫、坂本が取れる。外野の守備範囲だけどねこれ、どう見てもショートじゃねえよ。さあこれ1番に戻ったぞ、キャモン。よし来た、これも華麗なヒット。取れない取れない、いいね。また点入りそうだよこの感じ。バントもしないよ、俺はバントしない守備人間ですから。はい、これもヒット来たね。いやどうだ、うわー取るんけー。やられた、こういうプレイしてる人間は弱いんだよ。あーもうひどいねこのイニングね。いや冷静にやればよかったんだ。いやね、落ちた後にスタートするっていうね、そういうことができないから俺もう絶対落ちるもんだともう自分で思っちゃってるから。インコースのボール逆方向へ一塁送球アウト。まあでもこの1試合目に関してはもうこの1点守るだけで勝てるからね。でこの大会のルールは6回まで、延長もないですからタイブレークとかもないからね。だからあと2イニングですか。まあこのイニング合わせて7個のアウトを取れば試合は終わるんだ。簡単やん野球ってね。簡単か、簡単じゃないね。うん、あの油断しないでおきましょうね。怖いわ野球って超怖いわ。さあ鈴木誠也が神ってる男だよ。おーでも大丈夫だね、エマギにとってすぐ投げて、エースゼロ。いけるもんだね、まあ、田口がいいからだろうねおそらく。さあちょっとホームランも打ちたいな。まあこれ俺久々のオンライン対戦になるわけですが、まあね3試合プレイしてますけど現在このパーフェスね、あーチャンピオンシップ。ただホームランまだちょっと出てないからね。おーどうだ、逆方向、エル野間か、エルドレッドちゃうんかい。ファーストかエルドレッドはね、そりゃあんな守備能力のやつ外野に置かんわな。あーマギーの打球も抜けない。お前能力の高い選手でクソみたいな凡退を繰り返し、能力の低い選手で打つという意味わからんことやっとるぞ。どっちの方が難易度難しいか大体わかるだろう。三塁線来たね、うーわこれも取るんかい、お前めっちゃうまいやんけ。はあ舐めちゃダメだね、相手の守備クソうめえぞこれよ。まずいわ、もう今日はねこれ守り抜くことに集中しましょう。早い段階に守備固めも送っていいかもしれないね。いや絶対送った方がいいよこれ、怖いわ。おいおい、またバントで揺さぶってきてんぞ。
ストレートはボール。投球これから2球ボールで入る必要はない。ここもスクリュー。よーし。で、打ちに来るんかい。じゃあ、なんで2球見たんだよ。で、あそこあのカウント見た方がいいと思うけどね。ピーマンアドバイスだ。見てもっと甘い球待った方がいいけど。まあ、やっぱ反応しちゃうよね。お、どうだ坂本、あ、いいビッグプレイ、なめんじゃねえぞ。お前が好守備をやるんなら、俺もまた好守備をする人間だからね。さあ、ここ、代打代打、カモン、ちょっと投げるの早いよ。これ、プレイヤー潰しじゃないの。勘弁してください。代打だよ。ちょっと待ちなさいよ。始まるのが早すぎるんだよ。男村田、ちょっと残しておこうか。誰で行こうかな。あれ片岡とかクルーズもいない。え、なんやねん。俺、ベストオーダーやったやん。え、なんで全員いないの。え、キャンセルしちゃったのかな、うん、絶対そうだね。俺間違ってキャンセルボタン押してるわ、これ。ならもう中井で行くしかないよ。片岡もクルーズもいないんだからね。ふざけんじゃねえよ、お前も。だから、時間が短いから焦ってそういうことになるんだろう。3分くらいあった方がいいんだよ、あの時間は。ベストオーダーって一番大切だからね。それをどう組むかで、試合の内容も変わってくるんだから。事前に組んどくべきだったっけ。事前に組めたっけ、このゲーム。ああ、もう正面だ。ちょっと事前に組んどこも。知らんけどね、組めるかどうか。もう田口に代打はいらないよ。もう田口で行って正解でしょ。あと3つのアウト取るだけで終わるんだからね。そうしましょう。さあ、これ守備固めはどうするかな。相手も当然代打で来るわな。ただ俺もまたタイムを要求するからな。俺はしっかりマナーを守れてる。あんなね、いきなり1球投げてこないんで、あそこ相手がもしかしたらタイム来るかもしれない。そう読んでね、普通待つんだよ。守備固め、守備固め。どうしようかな。ファーストに亀井だな。うん、ファーストに亀井です。ちょっと阿部の能力が低すぎるんでね。で、外野に関して、長野を変えて橋本。で、セカンド、寺内、中井もまた守備能力低いからね。サードは、まあ、村田もまた守備能力高くないから、もうマギーのまんまで OK だ。よっしゃ。こういった感じで、右側を変えるってことだね。これで負けたら恥ずかしい。守備固めを送るということは、つまりそういうことだからね。もうこのイニングで俺は当然勝負を決めに行ってんだけど、おいーす、変えて正解だったね。長野じゃなきゃ取れなかった。長野だったら取れなかったからね、今の。橋本だから取れたんだよ、守備能力の高いね。さあ、松山。うわ、なんかこういうとこですんげえ打つイメージがあるんだけど、リアルではね、ゲームでは知らんけど。打ち上げて大丈夫。これはセカンドの守備範囲で。はい、これで2つ目。あと1つ。はい、あと1つ。どうだ？坂本取れるね。はい、ゲームセット。1点を守り抜くという投手戦だよ、お前。初回の1点のみでしたからね、得点がね。助かったわ。相手の守備ミスもありだけどね。うん。あれもちょっと頑張れば取れた。うん、ライナーで取れてるとこだと思うんだよな、菊池のとこで。まあ、でも勝ったのは俺ですから、いいでしょう。そんな、ただればね。取れなかったのが現実にあったわけなんだから。イエース！いただきましたよ。まず1勝目。まあでも相手のランク考えたら、これは勝たないよね。当然の話だよ。うわぁ、これなんか強いぞ、これ !1946 位の人じゃないか。ほんで、ランクも俺より高いね。2級か。いや、これはちょっとさっきとは違うような気がするね。はい、まず先ベストオーダー組んでいきましょう。すぐ組まないと、本当時間が間に合わない、マジで。本当さっきも全部パワーになったもんね。次打ちじゃねえよ、本当に。もっと時間くれ、これ。サムラ、サムラ、この辺でいい。野手だよ、問題は。もう野手組む時間が毎回ないんだよ。はい、村田でサードに、セカンド、マギーで、1番、坂本で行ってみるわ。で、3番に村田、もう攻撃的に俺は行くからね。で、ギャレットも起用しましょう。クルーズも入れておきましょう。どうしようかな。誰外そうかな。吉川いらんわ。ほんで、他なんかいるか。他何もいないね。待てよ、ギャレット、で、長野、で、OK だね。これで行ってみようかな。あ、これだ。超攻撃化がベストオーダーだよ。ギャレット、レフトを守らすのはちょっとチャレンジいるけどね。外野に飛んだらほとんどヒットになるけど。まあいいんで。その分取ればね。あ、先1点しか入らなかった。あんなしょうもない試合するつもりねえから。あ、球場も違うね。これ地方球場じゃないか。大体ソフトバンク使いか。うわー、だったら強いのいっぱいいるぞ、お前。川崎。まずこれ1番川崎だもんね。パープルではまだまだ能力高い選手ですから。まあ、アップデートが入ったら弱くなると思うけどね。今季の成績もあれなんで。さあ、行こう。おー、それ見てくるユーザーかい。今でも、
見たのか、それとも打つ気がなかったのか、どっちなんだろうね。確実に一球一球見てきてるぞ。うわうわ、ホンダお前これファールだけど、今の流し打ちもなんかうまかったぞ。よし、三振だ。イエ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 イ、これは俺の配球勝ちやね。でもやっぱ見てる限りさっきのユーザーとは違うね。何でもかんでも振りに来るっていう人じゃないわ。ほら簡単に打たれた。早速ヒット出たよこれ。マジか、やばいな。初回から点やると一気にきつくなるぞ。牽制とかはしなくて OK かな。やるとしたら盗塁ではなくヒットエンドランだと思うんでね。うわー、もうストライク線上に入っとるやんけ。ど真ん中やないか、線のね。なんでこれでお前ボール判定だよ、マジできついわ。よし、今のはいいね。完璧なとこに決まったわ。かなりやっぱチェンジアップ苦手意識がある。いや、そらそうだよ。チェンジアップ好きなユーザーとかなかなかいねえよ。ただ今このプレイヤーは特にチェンジアップ苦手意識があるんでね、結構ボール球でも振ってくると思うよ、チェンジアップね。いい感じで。うわー、もうだからギリギリ入っとるやんけ。なんだよこの線、枠なんなの、何の枠なのこれ、意味がわかんねえ。よし三振だ。エース、全バッターチェンジアップで抑えてるからね。今宮だけに打たれたけど、その後の全バッターチェンジアップだ。川崎もチェンジアップだからね。最高エース。こっちもいきなりヒットいただきました。トゥーベストゥーベストゥーベス、レディゴーレディゴーレディゴー、走る走る坂本、レディゴーレディ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 ゴー、カモン。一気に仕留めてやるよ、一回コールドだよ、俺の実力を見せるつか。さっきのような1点の投手戦にするつもりはねえぞ。今日この攻撃型ベストオーダー組んだ意味はそういうことだからね。はい、来た。何も来てない。浅すぎるフライだ。タッチアップもできんよ。うわ、進塁だわ、欲しかったな。うわ、もう本当にひどい。もし送るという意識ゼロか、お前らね。最悪じゃねえか、このチーム。坂本の場合だとワンヒットで帰れるからね、無理に強振でいかなくてもいいとこだったんだよな、ぶっちゃけね。マギー、村田もミート打ちでよかったんだよ。まあでもね、初回はやっぱホームランでいきたいじゃん。うん、あ、追い込まれた。こうなるとミート打ちにしようか。さあどうする。よーし、チェンジアップ捉えた。さあホームはどうだ。無理だな、戻れ戻れ戻れ。無理無理無理、アウトになる。さあギャレット、あーボール臭かったな今の。あ、ボールだね。よし来た、これもヒット。レディゴーいただきました。トゥトゥトゥントゥトゥトゥントゥトゥン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 トゥ、レディゴー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 。さあハッピーモード来たよ。こうなると俺は強いからね。ハッピーハッピーやからね。うん、バットを振るたびにハピネスが溢れ出すから。よし、これも来た。どうだ。あー、さすがに取られるか。いや、もっと点取れたイニングだと思うけどね。まあまあ、でも初回に1点入ったのは事実だ。いい感じだね。早いとこギャレットのとこの守備固め送らないとね。判断間違えるとやばいよこれ。またね、外なんか妙に広い球場なんで、広いとね当然あの外野が守る位置が多くなるので、そのことによってね守備でのあれも出ますし。いや広いよこれ外野。レッド狙い撃ちされたらお前地獄だぞこれ。一番恐れてるのはこの左バッターの流し打ちで三塁線レッド線に飛んでいくこと、そんでもたついてる間にねみたいなね、一番怖いパターンだよね。全力よし、息見せてここでチェンジアップ来るんだろうなって思ってるはずだよ相手はね。そこでもう一球全力を投げること、ほらね。全く計算通り、メガネをクイクイクイだよ本当に。計算通りすぎてちょっともう笑いしか出てこないね。さあ打たれたぞ。その後平気で打たれたぞ。ちょっと勘弁しろよこれ。バンデンハーク代打来る、早くも勝負来るか相手は。もう代打来るか。まあね、6回までのスポーツですからね、このチャンピオンシップモードの野球はね。当然ピッチャーも早い段階で変えた方がいいでしょう、こういうチャンスには代打はね。ただ残念ながら、はっ、もう何してんだこれ、ホームはもう何やねんこの、もうバカじゃないの、これだからやりたくねえんだよオンライン対戦は。もう何やねん今の、もう本当にゲームの仕様じゃないか。プレイヤーどうしようもないだろこんなので1点入ったらよ、クソしょうもねえわ。もうあんな裏落とすやつがどうがプロ野球選手だよマジで。聞いて呆れる。マギーは二度とプロ野球選手を名乗るんじゃねえぞ。
で、その間ホームにも行かれてるしね。だからもう焦りだよね。冷静に落としたところで冷静に判断してホーム投げときゃアウトできてるからね。もう阿部に渡した時点でアウトだよ。ほんでまた阿部も投げるの超トロくせえしな、うん、そういうこともありましたから。抜ける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 、よっしゃお前取られたら取り返す、そういう野球をするんだよ。今日は鼻からゼロで行くつもりじゃねえよ俺は。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。投げました。ストレートはボール。ゼロで行こうなんてそんな甘い考え方してないから。さっきはさっき、今は今だからね。ただまさかあんなクソみたいなエラーでの1点になるとは思わなかったね。誰も予想できなかったでしょ。しょうもねえわ。今宮交代。取りました。さあこれマイコラスどうしようかな。変えないよね。俺はバントはしない主義人間だ。しねえよバントなんて。しょうもねえ。そんなね、そんなことやるから日本はメジャーリーグに遅れを取る。よっしゃゲツだ、うん、こんなことするからこういうのやっちゃうんだよね。ああバントしましょうみんなね。バントってめっちゃええわ、ええ作戦やわ本当にね。バントするものが誠の強者だわ。わかるよその気持ち。よし、まず一つ。もうこのね、やばいよ、この1、2塁間はね。もう死んでると考えた方がいい。いや、もういないと考えた方がいいよ。それぐらい守備能力低いからね、どっちもね。もうそこはもう仕方がない。それはもう目をつぶって今やってるんだからね。テーマは攻撃力だよ。攻撃力にね、ポイントを分けるならば、守備能力が当然低いんだ。低くなるのが当たり前。それはどのゲームでも同じだよ。多少何かを犠牲して何かを得ないとダメだからね。そういうことだ。オッケー、カモン。取りに行く。どうだ？ショートの頭は越えないね。もうさっきのミスを取り返すような打球打つぞ、マギーでよ。お前、ほんとしょうもねえ。今、あそこにはプロ野球選手は一人もいなかったからね、あの現場に。あー、よし、強い打球は。すごい打球で抜けていったぞ、お前。すんごい打球スピード。やっぱ助っ人外国人だね。こういうとこ見るとパワーで溢れてる。パワーに振りすぎて守備がクソっていうね。補給クソ、クソとかいうその問題外だけどね。さっきのプレーはね、意味がわからん。なんであんな風になるの、なんで落とすのわけわからん。あランナー三塁に進塁、ただ2アウトだからね。さあ阿部慎之助先ヒット打ってるわ。ここで2点目が入るとありがたいんだけど、入らない。攻撃力にちょっと振ってんのに結局点が入るのは1点のみかよ。お前そんな悲しい野球しねえつってんだろ。うわどうだ。ああ、もうマギーで取れるわけないわそもそも、ね、あの打球は誰も取れんよ。うわやばいなこれ。よしチェンジアップもうそろそろやめた方がいいかも。よし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 、今のは多分チェンジアップ待ちだったと思うんだよな。さすがに攻めすぎてるねチェンジアップで。これでワンアウト。ここでバッターは上林。ただまだあえてチェンジアップを初球で投げる、はい、もう来ないだろうなって思わしといてあえていくっていうのも、またこれも配球ですから、作戦ですから。よしよし、ゲツゲツゲツ、すぐ投げろ、はい、すぐ投げて、今くるりと舞う必要は全くないんだけどね。取ってパッて投げるだけでいいんだけど、あれでセーフだったらお前激怒やぞ俺よ。さあ来い。ギャレットのタイムリーで1点が入ったんだね。よっしゃ、ただお前攻撃的なベストオーダー君で1点しか入らず終わるのか。それで引き分け、何が面白いねんちゅう話になるよ。簡単に追い込まれる、ひどいな。渾身のストレートはボール、カウント2-2。よし、しっかり待った。落ちろ落ちろ、デスパイネ落ちるね。よしよしよし、相手もまあこういうことを考えてデスパイネを置いてるからね。守備は多少しゃあない、その辺はね。守備を犠牲に攻撃力を得たんだ。はい、これも抜ける。抜けんのかいマジで、おかしいだろ本当によ。普通抜けるとこだぞお前。もうこれは今宮の守備能力の高さだね。はい、ここでヒット出たがゲッツーが悔やまれるね。こういうとこ見るとね。さあ世界の小林狙うは一撃だよ。見てる、出るからな。これ外野の頭超えたら縦岡の走力だったら一気ホームゴーできるからね。超えればの話ね。レバレバ大好き。落とせ落とせ、エラー来い、エラー来い。謎のエラーはないか。俺の時にあって相手にはない。これ何ですか、公式が俺をいじめてるとそう解釈してもいいんですかね。その疑惑出てきたよ。もうだからなんでこれが操作キャラクター坂本じゃねえんだよ。もう今ジャンプすれば取れる高さなんだよな、この手のやつは。全部そうじゃないか、もう操作キャラクターがあやふやでわかんねえっていう。
怖いわもう。よしよしよし、誰が取る、もうピッチャーだよお前。オーケーオーケーオーケー。これでワンアウト。ここでバッターボックス。さあもう進塁したのも俺は許さんぞ。牽制とかもしとこうか。ヒットエンドランで、まあ、盗塁は絶対ないわ。来るとしたらヒットエンドランだよ。やっぱね、盗塁はなかなかしてくるユーザーはいないよ。上手い人がしがちだけどね。はい、カップ。俺もゲッツー。よいーす、ゲッツー祭り開幕試合、相手がね、うん。俺はそんなゲッツー打ってるわな。結構打ってるね。さあ、もう残るはあとね、この裏と1イニングのみですから。まあ、ここ当然マイコラスに代打送るわな。俺がたちがここで1点取れば、次のイニング抑えると勝てるんだから。ピッチャー誰来るこれ。笠原。ああ、もうちょっと待ってんだ、もう。だから投げるスピード速いんだよ、もう。ちょっと間を持てよ、いい加減。ねえ、いや、これは相手プレイヤーに言ってるんじゃないんだよ。ゲームの仕様に文句ありだよ、お前。それはお前変えれんよ、あんなすぐ始まって。プレイボール一球即投げてきてるからね。安定する前にもう投げてきてんじゃないかな。それくらいの速さだよ。で、無駄なカウント一つ取られてんだからね。勘弁してくれよ。よっしゃ、それでも打つんだけどね。フェア、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 フェア。オッケー、オッケー、オッケー。シェープクルーズいいわ、めっちゃ打てる。さあこれ勝ち越しのランナー出たぞ。バントはでもしませんからね。するわけねえだろこんなとこでよ。ひどいひどいが、まあサードはセーフだ。オッケーオッケーオッケー、進塁だ進塁だ。さあいいぞこれ、勝ち越し点入るぞ。さあマギー、先ほどのエラーを取り返せ。いいぞいいぞいいぞ、もう外野に飛ばすだけだよ。あとは危ない、危ない危ない、怖い怖い怖い。嫉妬多いね、なんだろうね、これ、二度押し設定じゃないからね、この嫉妬は、まあ、選手能力によるの嫉妬だろうね、ハイフォアボール、ただこれ、ランナー一塁に出たことによって逆に、やばいよ、今の俺からしたら、ゲッツー打つ達人ですからね、ゲッツーのシチュエーションがありになりましたから、相手もボールでいいみたいな攻め方してんじゃないかな、塁を埋めてみたいなね、そういう感じがするよ。ほら、これもフォアボール、さあ、ランナー満塁になったよ。これはでもゲッツーもあり得るからな、このシチュエーション。怖いよ、ものすごく。ピッチャー変えてくるかな、ストライク全く入ってないからね。サファテ、ここで来た、ずるいだろ、お前。ここでサファテかい。おい、でもサファテでも嫉妬するんだね。どうだどうだ、はい、抜けたね。レリゴー、1点いただきました。まあ、ストップ、ストップ、ストップ。慌てんな、慌てんな。まだ点は入れられる。焦る場面じゃね。まだまだ取るぞ。うわ、もう何をしてるんだ、クソだせえ、もう本当に。ええー、ねん、それはもう。ああ、もう終わった、もう。結局1点のみがもうしょうもない。なんだよ、このしょうもない点の入れ方ね。誰行く、元クローザーの山口さん行くわ。このゲームだと野球はできるからね、大丈夫だ。停止処分とかねえよ。よし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 、はい、一つ、あ、これ守備固め送っておかないとね、忘れてたよ。もうちょっと何かが起こる前に変えておきましょう。橋本で長野も変えてね、誰でいこうかな。で橋本ライトにしてみようか。いや、橋本センター立岡ライトだな。ほんでファーストも、あー、ファースト誰いこうかな。ファースト村田行って、サードにマギ、セカンドに寺内でいいかな。うん、そうしましょう。はい、もうこれはもう当然勝負出てますから、やるつもりはさらさらねんで。うわー、これ長打になるんじゃないか。回り込め回り込め回り込め。オッケー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 。うん、シングルならええねん、シングルならね。うん、後続抑えれば終わりだからね。盗塁はどうなの、来るの、来ないよ。来ないの。うわ、もうデッドボール、もう勘弁しろこのクソ山口てめえ、この野郎。ゲツ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 、はいはい、ゲツゲツかも。はい、ゲームセット、あっぶねえ、もうギリギリの勝利じゃないか。2試合続けて1点差だよお前。逆に面白いけども、この1点もまたエラーでの得点だからね。ほんとゾッとするわ。これがオンライン対戦のね、なんていうのかな、怖さだよ。こういうことが起こるから怖い、ほんと心臓に悪いわ。さあ、今回の実況ラスト1試合にしていきたいと思いますのでね、ちょっとほんとドキドキな試合が続いてますけどもね、最後はちょっとね、ほんと俺らしさが溢れる試合にしたいんだよな。俺らしさって何なの、ゲッツー打つことなんだけどね。いや、そういう意味じゃなくてね、いい俺らしさね。うん、あ、来たよ。うわー、これもまた、ちょっとうまそうなプレイヤーだね。
なんやねん1991ってお前。まあ俺も2700だけどね。さあもうしゃあないわ、来たもうしゃあないから倒していくよ。この実況最後の試合しっかりと勝っていかないとね。吉川、森福いらんわ。山口また入れてだ。で打ってはどう、あ今日 DH ありかならば村田もマギーも使えるね。どうしようかな、すぐ別荘が変えないと。クルーズクルーズ使いたいな。セカンド片岡もまた別荘に入れておかないと。まだまだ準備は整ってね、まだまだやらせろお前この野郎。また坂本1番だよ、積極的に行く。マギーをここに置いて、そして3番村田でクルーズ5番で亀井、で、もうギャレット行くわ、ここ、ギャレットだな。クルーズ、ギャレット6番、亀井7番。で、また小林が調子悪いのは気になるが、まあ、言えばこれでね。ああ。で、ピッチャー菅野ね。よーし、今日 DH ありなんでよかったよ。ね、阿部をファーストに、DH 回すことができましたから。さあ、最後はどうなるんでしょうかね、これね。DH ありということは相手の高校だからね、さよならはないわけだ、今回は。俺らが決めることはできないからね。決められるとしたら相手にだから。行きましょう。またこれ狭い地方球場での戦いじゃないか。もうここなんてお前軽々ホームランになるとこだからね。怖えわ。投げる方は地獄だな。打つときはそらね、ホームランになる率がものすごい高いんで楽しいけど。あーどうだ、捉えた。ガー、茂木の守備範囲。マジかい。あーいや、もう当てただけクソマギーじゃねえか、お前よ。全然先がマギーでいいバッティングできねえ。それもエラーするし。よっしゃ、うまく打ったぞ、これは。取れない。いや。さあ、いいぞ。ツーアウトランナー、一塁。つないで取るか。いや、1イニング目は、もう振り回して取りに行く。ツーランナー。ほんと入るよ。阿部のパワーもあるしね。こすったらいけるところだと思うんだよな。次が4球目。スリーボール、かなり警戒してる感じね。おい、デッドボールだ。避けようと思ったら避けれたけどね。フォアボールでの出塁なんだからね、どっちにしろ。今、避ければよかったんだよ。怪我するぜ。まあ、ゲームだからいいんだろうね。うわー、追い込まれた。もっと落ちるんちゃうのか、お前。変化量少ねえな。もっと落ちてほしいわ。あーダメだね、追い込まれた時点できつかったな。初回はゼロ、嫌な予感がするよ。なんか投げる方でね。さあこちら菅野だ、いきなり打ってきた。積極性があふれるな。どうだ、うわーどうだ、取れるよな。もう取れんのかい。手伸ばせよ。もういまいち取れる取れないの基準がわからない。もう取れる時もあれば取れない時もありすぎる。お前これは取れるわ、当たり前ですよ。怖いわ本当にね。いつも取っとるやんそれ。さあどうだ、坂本で取れないぞ。サード行かれるぞ。どうだ、あーセーフだ。もうマジでお前、もう初回からかき回されてる感じだよこれ。お前スクイズとかもあるよな。ねえ、アマダで来るよ。1点取りに来るでしょこれ。うーわー、いったんちゃうか、お前、これ。いったね。もう、いきなりスリーランかよ、お前。もう、クソだっせ、ほんとに。もう、フルボッコだな、こうなるとね。こっちは、しょうもなく、シングルで、こうやって、じみじみと点取ってきて、勝ったのね。見事にやられたよ。もう、誰が取りに行くんだ、ほんとに、もう。おかしい、なんでこれが、ファーストなんだよ、毎回、もう。やるたびに嫌になってくるぜこのモード。マジでもう頭痛いわ。もうコールド決まる。あと1点入った。コールドはもうこんなんええわ。コールド決めてどうぞ。もう負けで OK、どうぞサヨナラスリーだ。 OK、 もう次もう1試合やるわ。やれねえわほんとこんなん、ふざけやがって。もうクソ試合だよこんなもの。ストレスたまるわマジで本当に。さあ来たよ、何これ。うわもうめっちゃ強いやつやないけお前。さっきよりも強いよこれ。もう勘弁してくれよ、なんでだよ。しゃあないね、来ちゃったものはね。やるっきゃねえんだよもう。で今日 DH なしかってことはこっちの子あれだな、多分だな。あ合ってるね。
食らいついていきたいところですね。クルーズ吉川片岡でいいんだよ。これはランクは上の相手です。どうしようかな。チャレンジ精神で頑張ってください。チャレンジ精神とか知らんよそんな。さて準備も整ってきたようですね。村田で坂本1番、マギー2番で3番村田。でレフトにギャレットで、で石川、亀井センターで使っておこうかな。おっしゃ、もう今日これでいくよ本当に。もう先のようならないよね。この実況もこの試合最後の試合だから、どんな負け方しようがもうこれで最後だからね。絶対勝ってやるぞお前クソしょうもない。あんな試合誰が面白いんだ。やっててつまらん試合だったわ。さあこれでも相手相当強いからねこれね。めんどくさそうだな。準備中。投げました。はい、低めストライク。まずは決めてきました。これはボール。打ってこないか。見てくるね、じっとね。よしいいぞ。さあ追い込んだ。どうしようかな。もう一球スライダー投げてもいいとこなんだが、インコース。次スクリュー行ってみるわ。これどうだ。投げたいとこに行ってないんだよ、これもよ。それは落とされるだろう。いきなりヒットスタートっていうね、嫌になるわ、本当に。結果はヒットだ。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投球いろいろかき回してくるぞこれ。これは見送ってボール。ワンボールワンストライク。あーボール。ツーワンバッティングカウント。もうでなんでそんな、もう本当になんやねんこのゲームのデッドボール率。二度押し設定でやらせろやお前。デッドボールしか出てねえじゃねえか。セカンドフォースアウト。ひどいな。まあでもゲッツーで抑えだからいいんだけどね。さああと一つだよ。また勘弁してくれよここに来てのデッドボールは。おーし、なんとかゼロだね。ピッチャー取りに行くわ。どこだどこだどこだ。あっぶねえ。落としかけたね。これ落としてたらさっき以上に発見するぞ俺。さあ牧田だ。いやもう緩い球しかないからね。球も大して速くないし、狙いはでも絞りやすいんじゃないかな。チェンジアップとかいろいろ持ってるからね。投げました。よし来た。落ちろ落ちろ。ヘイユー。まず一本。ありがとうございます。これスリーベースいけたんちゃうか。ゴー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 。いけるいけるいける。レッドゴー。いきなりスリーベースだってよ。最高だね。完全相手のミスだけどね。さあ来たよ。あ、対戦相手がタイム。え、何すんの。え、それはないだろう、もうね。切断というやつですよ、もう。うーわ、ないよ、それ。あんなプレイ、ワンプレイで諦めんなよ、お前。最近俺だってボロクソ打たれてたのだけどね、最後まで結果やったからね、諦めたけどね。あ、でも最後ホームラン打たれて諦めたわけですから。お、もう一試合やっていきましょうよ。こういう形でね、勝利になっても全然嬉しくないんで。いや、諦め、早すぎない？どんな人生を送ってるんだろうね。いきなりスリーベース出ただけで諦める人生ってなんだよ、聞いたことね。ほんと突破するわ。いやいや、切断はやっぱこれマナー違反ですからね。これどのゲームでもそうですから。特にこれね、1対1の1人と1人のプレイヤー同士の対決の時に切断はあかんよ。FPS だったらそれはね、チーム戦でやりますから、1人抜けたところでそんなダメージはな、まああるっちゃありますけど、まあそんなないですよ。ただ相手がね、この場合の対決だと相手に放棄されたらもうどうしようもないわけだからね。ああ。まあ一応勝ちはつくんですけどね、こっちはね。皆さんも気をつけてね、これ切断数とかちゃんと記録に残りますから。さあ、対戦相手のお気に入りです。なんやねん、なんでこのサッカー強いプレイヤーと当たるんだ、お前。はい、それでは。意味は勝つよならよ、お前よ。さっきからお前、さっきのプレイヤーも300位だっけ。ほんで今回もね、相当順位の高いプレイヤーだよ。どうしようかな。吉川使おうかな。いや、もうこの実況最後の試合ね。絶対勝ってやるよ。沢村。よっしゃ。で、打っては、おお、今日 DH ありか。ならまたあれこう、相手の先行か、後攻か。ということになるからね。ちょっと待て待て待て。間に合わんのだよね。さてじゃねえ、全然時間あんじゃねえか。なんで急がすんだよ、急かすんだよ、お前らはよ。よろしくじゃねえよ。まだ何もできてねえよ。で、坂本1番。マギー2番で3番村田。で、まあ基本俺はこのベストオーダーだからね。んで、これで OK かな。うん。しゃ、今度は切断とかないよね。あったら泣くわ。2回続けて切断。何が面白いんだってなっちゃいますからね。この実況最後だよ。これこそ最後だよ。勝つか負けるか。先ほどはこれで負けてるわけだからね。地方球場だけど、ちょっと広い方だね、これ。しゃ、行こう。坂本
キャモン。早く始めようぜ。俺のやる気はもう燃えてんだよ。炎がボーボーだよ、ほんとね。しばらくお持ちください。どんだけ待ちゃいいんだ。よっしゃ、来た来た来た。はい、来い。さあ、初球。打ってやるぜ。いや、もう今回は打って勝つね。さっきのやっぱサヨナラ食らった分のダメージがあまりにも大きすぎるの。狩られたからね。俺は見事に雑魚狩りをされた。許せねえ。関係ねえやつ、やつあたりだ。俺は広島と同じだからね。横浜に3連敗したね、3夜連続でサヨナラ負けした広島が今中日に、やつあたりで勝ってますもんね。そういうことですよ。やられた本人にはやり返さねえ。別のやつにやり返そうと思ってるから。さあ、来い。ホームラン欲しいわな。はい、いただき。じゃないのか、ホームランじゃないのか。嫉妬来たもんね。かー。山村田。ああ、もう当てただけ、月亀。よしよしよし。免れたね。でも今、セカンド投げたときアウトできたかもしれんけどね。さあ、来い。おい、さあ、危ねえ。変化量が少ないドロップはちょっとエグいね。デッドボールだ。多いな、本当にこのゲームね。デッドボール祭りじゃないか、お前。何、藤波が先発してんのかい。壊れるぞ、こんな与えまくってたらね。まあ、怪我のでの離脱とかないからね。あったら最悪だよ、お前。ある意味、それで勝利できるのかな。さあ、3ボール。おわー、惜しい。ちょっとタイミング早かったかな。三塁線。ファールだけどね。あー、どうだこれ。抜けるねー。抜けるんかい。ほぼ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 、いて入ったわ。もらいました、ゲットだぜ。今取れたろっていうとこだけどね。イエース !1 点取ったぞ。さあ、ギャルト、一気に試合を決めに行こう。おい、ファールだがいい打球出てるさ。あー、正面だ。1点はでも取った、1点はね。これ守るのが大変なんだよ、本当に。なんかね、1点取りたくないんだよ、俺。追いかける展開の方がいいのかな。なんかね、守るとなればプレッシャーが半端なくてギリギリピッピになっちゃうんだよね。本当今お腹めっちゃ痛いから。取れる。よーしよしよし。今でも高さ的にちょっと怖かったね。よっしゃ、いい。変化球ピンピンに切れています。投げました。おお、ボール。ちょっと待て、それストライクだろ。勘弁しろよ、本当に。何を見てお前ボールストライクって決めてんだよ。危ない。これもちょっと今長野がどっか行きかけたね。さあ、この大谷翔平能力高いからね。注意だ。うわ、怖いな。やっぱね、いろいろ特殊能力もついてるんで、ホームラン打とうと思えばね、そんなにやっぱ上手くないユーザーでも打つことができる。俺でも打つことできるからさ、打つ確率はものすごく高くなる。だから怖いんだけど、これはクルーズが取ってアウトにできたね。よし、へぇ、初回はこちらゼロでいけたよ。さあ、取りましょう。もっともっとたくさんね、取るときに取っとかないと。それが俺の野球スタイル。そうやってやってきたんだ。キャモーンって感じ。タイミングもクソもあってね。うん、このフォーク攻めで来るね。さっきからかなりコントロールはアバウトだが。はい、フォアボール。レッドゴーいただき。際どいとこ投げようとしてんだけど、やっぱコントロールいいだからね、噂は。なかなかね、その投げたいとこにいかんわ。二度押しプレイならね、そらプレイヤーがうまくいけば投げれるかもしれんけど、この場合だとやっぱね、マニア、何これ、オート操作っていうのかな、だよね。だからなかなか投げたいとこ行かないよ。さあ、谷本、お前中日に行ったろな。なんでまだ日ハムいるんだよ。まあ、選手のアップデートがね、9月にあるらしいので、それで谷本はもう日ハムから当然退団、中日へということになるからさ。あ、でも能力は結構高めだな、やっぱ。はーい、ボール球だ、やられたー。マジかー。さあ、世界の小林で打つぞ。いや、もう小林の場合は俺常に強振って決めてるから。どうだどうだどうだ。うん、いや、取られた、ゲッツーだ。もう何が世界だよ。ある意味世界だわ。ゲッツー打つ世界チャンピオンってことね。すげえわ、こいつ。小林にも誇れるものがあったんだな。さあ、よしか。甘い、うわー、甘い、甘い。CP 対戦ならこの甘さは逃してくれないね。怖いわ、今の一球は。本当に死んだかと思ったぜ。打ちました。
いやでもね、やっぱね、相手からしたら結構どうなんだろうね、これ。CP の時は本当この吉川ってかなり使いやすい投手で、抑えやすいんだけどね、やっぱ限られた変化球ですから、慣れてくるよね、オンライン対戦だと。お、取れる？取れる？取れる？いけるね？オッケー。まあ、ちょ、吉川はあまり長く引っ張らない方が良さげだね。まあ、分かってても打てないのがこのドロップという変化球ですけど。どうだ、小林は、さすが無理だ。ドロップ行ってみよう。これね、際どいとこ、低めのとこ。うわっ！どうだ？いやいや、取れる範囲一緒。あ、てか俺ずっと陽台感使ってねえじゃねえか。いるの忘れてたわ。そうだよ、なんか足りないと思ったら外野手お前。陽台感使わないんだから、そら負けるよね。バカだ、俺最初から使っときゃもっと楽に勝ててるぞ。2軍にいるんだよ、陽台感もね。忘れてた、もうクルーズ、ギャレット上げることだけに集中しすぎて。一番大事な陽台感忘れてた。どういう展開だよ、お前。今更になって思い出すっていうね。うわ、もう最悪だな。やっちまった、こんなクソミスがあるんだ。縦岡なんて使わなくてもいいんだけどね。まあでもその縦岡で打ってるからいいんだけどね。割かし縦岡で打ってるから。陽台感で打てるかといえばそうじゃないと思うしね。もちろん能力が高いから打つ確率は縦岡よりも高いはずなんだけどね。さあ、この打球はマギーさんどうですか？一旦ちゃいまっか？落ちないね。はい、戻れ戻れ戻れ。徒競走だ。タンタラタンタンタンタラーン。戻ってちょうだい。最悪だ、頭越さなかったな。惜しいとこまで飛んでんだけどね。さあ、初球。やっぱ先行だからね、本当点はたくさん取っておかない、宅配持っておかないとね。ここでピッチャーを変えてくるか。さあ1球目ね、これ6回までね、互いこのまま行って、ほんで6回裏2点取られたら終わるわけですからね。野球ってそういう簡単でシンプルな。第3球をだから怖いんだよね、みんなビクついてる。そこに気持ちはわかるよ。最後まで強振だ。あー、いや、いや、ほんと今回ホームラン打てんね。なかなか難しいわ。フォーク主体で来るからさ、どの選手もね。第4球はよし、うまく合わしたがファールだね。さあ、フルカウント、どうだ。ボールか、ストライクか、凡退か、とか、ホームランか、アウトだね。くっそ、もう本当、初回に1点取って、その後、沈黙多くねえか、俺ね、一つのパターンが出来上がってるよ。こういう野球はものすごく怖いよ。さあ、吉川、いや、これね、どうしようかな、吉川、このイニングまでかな、まあ、中継ぎもね、たくさんいますからね、ちょっと合い出したら怖いし、ど真ん中、失投だが助けられたね、わかるよ、その気持ち、真ん中打つのが一番難しいゲーム、それがパワープロだからね、CP なら逃さないが、ちょっともう吉川さん、無理っしょ、これね、お前、さっきから真ん中率高すぎるぞ、いや、今、真ん中、失投し、ね、打てなかったことによって、かなり。対戦相手も真ん中に意識付けがしてると思うんで、次真ん中行けば多分打たれるよ。準備はできてるんでね。次また来たら打ってやろうっていう準備はできてるし。しゃあ、完璧、作戦通り。わかるよ、打ちたくなるもんね。よし、このイニングあと一つ。応援ファウル。ただドロップ投げすぎか。当ててどうだ、マギーは、もうマギー、今取ったところでだけどね、ちょっと動きが遅すぎるわ。よっしゃ、終わった。マギーの守備力やばいっしょ、もっと高く作ってくれよ。うまいからね、守備割りかし。そのセカンドはそんなうまくないけどね。いや、でも取れる範囲だとマギーうまいよ。守備範囲は、ね、低めでもいいからね。呼吸能力もっと上げてほしいわ、本当は。ね、最初の試合で起こったエラーみたいなのもあったらたまったもんじゃない、あれ2試合目か。怖いのがあったからね。よし、来た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 、落ちる落ちる。ナイス。さあ、この回もまたランナー出たぞ。さあ、そこから生かされてないからね。そこから凡退を繰り返すのが俺だからさ。さあ、またピッチャー変えてきた、井口。はあ、予想以上に落ちんな。ハーネスローカーも近い、ほんとめんどくせえ。違反投球じゃないですか、井口さんね。スローカーブは違反投球ですよ、ダメですよ。俺の時は投げちゃダメっていうルールがあるからね。さあ、これで決まるのか。
どうだ、よし、カモン、いったね。うん、一二塁間ゲットだぜ。ギャレット失礼します。さあ行こう、チョウ。バントで行くと思ったか。打ちに行くんだよ俺はよ、バントなんていらねえ。さあこれはセンター越えたね。帰れ帰れ帰れ、これが俺の実力。帰れ、帰れるものは全部帰っとけ。もう帰れって、早く帰れよ本当に。よく帰ってきたね。オッケー、3点目入った。さあ一気に相手の首を借りに行くぜ。またピッチャー変えてくる。石井、左ピッチャーか。ランナー送る、そんなせこいまではしねえよ。結局送ったけどね。さあここで小林、代打はいりませんよ。打ちに行くからね。おーし、ほら大丈夫だろ。打ちに行った結果のこれだよ。はい、行こう。歩いて帰りましょう。イエス、4点目ゲットだぜ。さあこれあと1点取ればコールドだからね。ただコールドするためにはこの裏押さえないとダメだからね。俺先行だから。当然これはもう一発も狙いに行くでしょ。5点目が欲しいんだから。どうだ、これも抜けるね。あー、マウンドに当たった。もう失速のパターンね。まああと1点取れなかったが、この回4点、得点は大量に取れた。さあピッチャー変えていきますわ。うん、いや待て、守備固めだな。ここはピッチャーちょっとまだ吉川、いやもう変えとこうか。とりあえずギャレットのとこに亀井でも置いとこうかな。うん、長野も変えて、橋本、うん、で橋本センター縦岡ライトだね。でピッチャーも変えてだ。誰で行こう、宮國で行こうかな。俺宮國大好きですから。さあ行こう。変えたことによってボコボコタイムが始まらなければいいけどね。よっしゃ初球打ってくれたわ。大谷翔平一つで、エース一球で抑えたのは大きいね。大きいしありがたいね。どうだどうだどうだ、抜ける。結果はヒットだよ。分かってるよ、そんなことはね、言わなくていいんだよ。うわー、なんか吉川のままで良かったような気がするな。あー、これもアウトなんだけど、なんかね、なんかちょっと怖くなってきたわ。吉川がマウンドからいなくなった瞬間からなんか変なオーラが出始めたぞ。俺のには見えてるよ、な、汚い紫のオーラがな、打たれそうなオーラが。でもまあまあ結局抑えたからいいんだけどね。なんか変えたことで何かが始まる可能性もある。まあとりあえずね、この5回1点取りに行くこと、そこを集中しましょう。コールドを決めるつもりでね。俺もやっぱさっきコールドでえぐい巻き方したんだからよ。あれはちょっと一生もんの傷になるからね。あれはどうだ、これも抜けないな。中島守備範囲が広いんだ。でもこれ一発ねで取りに行く野球をするよ。やっぱホームラン打ちたいんで、ホームラン打ちたい欲で今俺溢れてるんでね。さあどうだ、これは抜けない。これも硬い、全然抜けねえ。あの辺ね、なんだあの硬さ。あそこヒットになることないだろう。お前真ん中来ねえかな、嫉妬ね。いや、それ真ん中来い。俺、実は今、真ん中結構待ってるからね。うん、あー、来ないね。来いよ、真ん中。よー、ダメだ、フォークだったね。この回、点は入らずか。落とせ、落とせ、落とせ。風があるからむずいんだよな、これ。流されるからね、ちゃんと。どうしよう、宮國でまだ行こうかな。行ってみましょう。まあ問題なく抑えれたしね。おおお、キャッチャーフライか。うーん、ダメか。キャッチャーフライ連発状態ですから、相当タイミングも何も合ってないって感じがするわ。あ、エースエースエース、いいね。この流れで全力インハイに来たら多分反応できないはずだわ。ほらね、ファーストゴロ、フェアになる。よし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 。ファールになる前に取ったね。うん。さあ、そしてバッターボックスは、もう今の流れは絶対に打てない。分かるよ気持ちはね。打てないのが当たり前、正常だ。君は何も間違ってない。俺と同じだ俺と同じって褒められてる感じしないけどね。はい、これもアウト、2アウト。これで2アウト。さあ、あと1つ中島。わー、外野前に落ちんなよ。大丈夫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 。オッケーオッケーオッケー。さあ、あと3つのアウトでゲームセットになるんだが、その前に点取っとこう。まあもうコールドはないけどね。6回これが最終回ですから。ああ、もうホームランで本当に。お前中島大好きか。同じとこしか打っとらんぞお前。それぐらいね、中島のとこにしか打ってない。ああ、これもアウトかな。橋本狙うか、一撃。ああ、もうダメだね。淡々と終わっていくよ。
いいんだ、早く試合を終わらすための凡退だよこれはね。俺がそうわざとやってるわけないだろ。お前打ちたくて打ちたくてたまらねえんだよ俺はよ。どうしよう、宮国で行くわ。まだね、うん、焦って変える必要もないでしょ。だから変えることによってねっていうのがあるから。うわー、これ西川一球で抑えとけ。マジで天国やったな。はい、甘いが甘いが甘いが大丈夫、守備固め送ってたからね、正解ね。こういうので送っててよかったって思える場面が多いんで、これもだがこれはヒットになるな。さすがに無理だね。ちょっとフォーク狙い打ちされてるね。はい、ありがとうございます。セカンドアウト、オッケー。ファーストは、はい、ゲッツー。おい、ダブルだろ普通よ。お前2アウトから何かが始まるような真似はないからな。はい、ゲームセットです、終わりです、抽選でーす。フォーだぜー。コールドはできなかったが 4-0 ランキングの高いプレイヤーに勝つことができたよ。お疲れ様でーす。よっしゃ、気持ちいいね。さっき負けた分、これで取り返したなんて言わないよ。あれもう俺の一生分の傷になってんだからね。ただもしもあのプレイヤーとまた会うことがあったら、次は勝ちましょう。はい、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。当初の予定では3試合のみのプレイだったはずだったんですけどね。気がつけば5試合もやってました。まあそのうちの2試合はね、1試合目はそのコールド負け、圧倒的にね、そして短時間で終わったので、そして2試合目はあの切断での勝利でしたから、まあ実質3試合みたいなもんだ。最後も勝ててよかった。本当ただ一生もんの傷になるようなそんなコールド負けをしちゃったんだね。俺はこの胸の痛み忘れることはないからね。今後もオンラインでねこうやってパワープロ杯をやっていく中でまた同じユーザーに会うことがあるでしょう。そうなった時は必ずあの時のリベンジをしましょう。俺はあの人の名前を覚えておくからね。 OK、 じゃあ今後もですねオンライン対戦の動画出していきますのでお楽しみにね。グググ グ, グ, グバイ、また会いましょう。